えー、プーチン氏に懸賞金が100万ドルかけられました1億1500万円ぐらいですかね弘、えー、木さん実行されると思いますか大富豪ならもっと出してもいいと思います、えっと、お金の問題じゃないと思いますあのプーチンさんの暗殺が可能な人っていうのは多分その側近であるとかそれなりのポジションなんですけどもうそれなりのポジション暗殺が可能な位置にいられる人ってもう多分そういうお金動向で働いてる人はいないんじゃないかなと思いますけど 仮にじゃあ暗殺をしました、足しました、撃ちましたになったとしても、その周りの警備員とかが、まあ、そのままそのあのプーチン刺した人を射殺して終わりなんですよ。 なのでそのいくら1億だろうと10億だろうともらえないで死ぬっていうみたいに一緒なんですよ。プーチン大統領を暗殺したにもかかわらず逃げ切れるっていう能力もしくはそういう集団じゃないとできないんですけどでそこまでの集団ができるとしたら多分クーデターとかになっちゃうのででクーデターのレベルになると懸賞金誰に払ってもいいのかわからない問題っていうのになっちゃうと思うんですよね。 なので、あの個人としてプーチン大統領に何とかできるっていう状況じゃないと思います。殺し屋に依頼できないの。そこまで優秀な殺し屋ってあんまりいないんですよ。映画とか、そのなんかあの漫画とかでは、頭がいい優秀な殺し屋っていうのが存在するんですけど、残念ながら、アメリカの特殊部隊とか除いて、あの殺し屋って頭が悪くて能力値の低い人ばっかりなんですよ。だってその、頭がよくて能力値が高かったら、その暗殺のような仕事をしなくても、金稼げるんですよ。 例えばじゃあ東京大学卒業しましたって言ったら金欲しいですって言ったらなんか外資系の金融系とかに行けばもう20代から年収1000万もやるじゃないですか暗殺者みたいないつ死ぬかどうかわからんとかっていう仕事をしなくても普通に儲かるんですよなのでその暗殺者になる人って基本的に他の手段で金を稼げない人か人殺しが大好きな人もどっちかなんですよ暗殺者がなぜうまくいかないのかっていうと暗殺を依頼した人はこの人が殺したよねって知ってるので ある程度暗殺者がお金持ちになると今度は暗殺者が揺すられるるよようになるんですよ例えばじゃあその死んだ魚の目をしている優秀な暗殺者がいたとしてでなんか毎回1,000万円の,なんかなんかその報奨金をもらって暗殺をしてますっていうので誰かがそれ頼んであ「あこいつ超金儲けてるじゃん」っていうのが分かったらあの今から警察に通報するのと俺に1,000万円払うのどっちがいいって言ってでまあ警察に通報されて暗殺者ですって言ってそのまま逮捕されるか1,000万円背びられるかっていうのになるのでなので基本的に暗殺者ってバカしかいないんですよ。 で、あの、下平兵どうなのって、あの、コメントになったんですけど、下平兵は暗殺者ではなく、兵隊です。<laughs> 戦争になった状態で、あの人を殺してくださいねっていうので、人を殺すのは合法なので、優秀なあ、その人殺しはいるんですよ。兵隊としてね。ただ、あの、民間の中で人を殺すことでお金を稼ぐ暗殺者っていうのは、基本優秀な人はいません。はい、<laughs> コメントで、レオンバカなのっていう、あの、物語なんでね。はい えー、ロシアはプーチンが暗殺されても次のトップもプーチンみたいなやつがなると思うのですがどうですかえっと時間の問題ってなるとは思うんですけどただウクライナの戦争は終わると思います。国民性の問題な,んですよ、ね、なのでそのもともとそのロシアがソ連の時代もあの暗殺当たり前だし嘘ついたりとかあの他の国に戦争行くのは当たり前だしっていうそういう指導者を選んでしまう国民性なんですよね。なのでで基本的ににはもうそのロシアに住んいる人たちがそういう 強い人で外に対しても武力を使うタイプの人を選んでしまうというのが多分結果なんですよただそのアメリカってトランプ大統領良くないよねっていう人いるんですけどトランプ大統領が悪いんじゃなくてトランプ大統領を選ぶアメリカ人の考え方が微妙なんですよただアメリカ人がそう考えてるからトランプ大統領という人が潰した時に票を集めるっていうのがあるので基本的には国民がどう考えるかっていう結果に指導者がそうなってしまうんですよね なのでドイツはそのヒトラーっていう人がドイツ人を洗脳したんじゃなくてドイツ人が強いドイツを求めたんですよ強いドイツを求めて勝ち続けるっていうのに希望を持ってその俺たち貧乏なまあののそ,のその第一次世界大戦で負けた時の借金返して大変っていうので,でそこを一発逆転でやり返してすげえ強いヒトラーっていうのに期待して でそのヒトラーがやってる多少の悪いことも見すっていうのをやいや、ね、ユダヤ人虐待なんかしなくていいじゃんってうすうす思ってたけどそれを止めなかったと止めなく今いいままシステムとしてユダヤ人どんどん虐待しようぜっていうのが上の人が言ってるからじゃあ俺たち職員は虐待しますってんで虐待して。 でもアウシュビッツみたいなところでじゃあもう虐待これ以上してもなんか人数不平等しちゃったから減らさないといけないよね。でどんどん送られてくるからじゃあこれは減らせってことだよね。じゃあ減らしますっていうので役人としてて普通にに仕事をするっていう風になっちゃうんですよなので1人の狂った人がトップにいるからまずいっていうのではなくあくまでそういうのでちょっとした悪いことでも許容してしまうっていう考え方自体が僕は間違ってるんじゃないかなと思います。なのであの日本軍が 昔戦争した時もあの国民もうすうすこれ負けてるんじゃねって気づいたけど負けそうであるって言ったやつを非国民だって言って攻撃したりとか他の情報っていうのを言う人っていうのをなんかスパイだっていうので通報したりっていう形で体制抑散会みたいなのがあったんですけど国の偉い人たちが言ったことに疑うこと自体も間違いである疑うやつは敵であるみたいな考え方を広めてしまったっていうその考え方自体が僕悪いと思ってるんですよ。 なので、あの、なんか、日本人は被害者で、軍部が勝手に暴走して、あんなひどい戦争をしたんだっていう人もいるんですけど、それを支持しているのも含めて、国民性、文化性の問題だと思うので、軍部だけが悪いっていうふうに、責任転嫁するのは僕は違うんじゃないかなと思ってます。えー、こんにちは、31歳、無職です。なぜウクライナ問題でメディアは親ロシア派民間人をもっと取材しないの、えー、ロシア選挙ばかり議論せずに、日本はどうするべきかについてもっと焦点を当てるべきでは えー、各九条軍法など人のふりを研究するのも大事だが、えー「バカが有識者に相撲する方はいろいろ気になった次第です」えー「ベーシックインカム志向後沖縄ント生活します」ということなんですけど、えっと、新ロシア派の人って基本的に言ってることがだいたい一緒になっちゃうんですよ。新ロシア派でちゃんと事実をベースに喋ってる人がいればそういう事実もあるのねってなるんですけど割とその新ロシア派の人って事実をベースに喋らなくなっちゃうんですよね。例えばあの 頭がいい人で東京大学を卒業してスタンフォード大学の大学院になってスタンフォード大学で拍手を取ってでその後政治に目覚めて政治家になって日本の総理大臣になった方っていうのがいらっしゃるんですけどでその人がツイッターでウクライナで、えー、ロシア人が1万人近く虐殺をされていたって書いてたらしいんですよ。ウクライナのドンバス地地区っていう地域で 2014年から新ロシア派がある程度そのなんか独立国だよっていう感じでその治安維持をしてたりするんですけど停戦維持をしてるっていう状態になってその停戦監視団っていうのをその欧州の人たちがやっていてえ53カ国から700人ぐらいの人っていうのが「今日は銃撃が何個ありました今日は銃撃が70個でえっと爆発が40発で,でそのなんか亡くなった人が3人いました」っていうのを毎日毎日レポートを上げてるんですよ。 Twitter にそれ書いたんですけどあのって感じで一毎日何人死んだとかこんな重機があったって毎日毎日書いてるので1万人死んんだ日がないんですよ <laughs> じゃあその監視員っていうのがみんな嘘ついてるんだっていう説もあるかもしれないですけどその,その監視員の中にロシア人もいてロシア人も見た上であ今日は人死んでないねっていう報告を2014年から8年間ずっとレポートが上がってるんですよ。なのののでで万人死死んんだだあればえいつ死んだの 死体はどこにあるのって話になるじゃないですか。1万人の死体って隠すのめちゃくちゃ難しいんですよ。例えばじゃあ、10人の死体を隠してくださいって言われたら、皆さんどうします死体って、まず、あの、大人って80キロとかあるんですよ。その80キロを、その、ゴミ捨て場とかに入れたら、まバレるじゃないですか。だってご、あの、ゴミ処理業者が、いやいや、死体入れちゃダメでしょ、みたいになるので。なので、じゃあ、1万人を、じゃ埋めたとしましょう。 で受けたらさ掘ったらもう骨バンバン出るじゃないですか1万人を埋める穴をどうやって作るか一人80キロで1万人ということは1万だからハー0 0トン800トンの死体なんですよだから2トントラックで行くとあの400台分ね人を埋める時って1メートルぐらい穴掘らないとあの結構その 匂いが出てきちゃったりする。それなりに深くしなきゃいけないですよ。だから、あの土葬の国ってそれなりに深くおるんですけど。なので、じゃあその大人一人埋めるための穴を掘るのっていうのがどれぐらい時間かかるか。か それが1万人埋めるとしたらもう野球場とかでも足りないくらいでっていうのを誰にも知られずロシア人も見てるしヨーロッパの人も見てる状態で誰にもわからない状態で1万人分の穴を掘って埋めてでも穴掘って埋めたらさ例えばじゃあアスファルトで埋めるって今書いてる人いるんだけどそのアスファルトで埋まってるとこあったらさ「おここ掘ろうぜ」ってなっちゃうじゃんロシア人が。掘ってみたらほら骨あったじゃんってなるのでアスファルトで埋めるみたいなこともできないし。 で、その1万人かじゃ、そのなんか埋まってるところで何にもない平地ってないじゃないですか。なので、どうやって隠すかというと、かなり難易度が高いんですよ。だからそれ10人でも結構難しいんですよね。1人2人だったら成功した人いるんですけど、お台場に住んでるおじさんとか。